あの屋敷隆仁さんがね、なんかがんやとかっていう話でね、なんかしばらく休養して治療に専念するみたいな話を聞いたんですけど ね、なんか食道がん、そう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 、で食道がんって酒とタバコが一番悪いらしいですね。あの人どっちもしはるんですよね。そう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 、お酒も飲むのもあるしね、それは大変やろうなと思うんですけど、年末にね、まあ、もう全然関係ない僕の友達なんですけど、急に電話がかかってきて、でちょっと金貸してくれと、どないしたんやって言ったら、お金をね、銀行に行って引き出したのはええねんけど、それを取り損ねてきたと全部そのままで、なんやねんそれって、元気もないんですよ。でちょっとまあ行ったるわって行った、話来たら、がんかも分かれへん疑いがあると。で病院に行って調べなあかんし、でなんかそういう状態で、ね、銀行にお金もいるやろうと思って取りに行ったら引き出すの忘れてきたと。でなんかひげずらずらーっと生やして、で元気ない顔してるんですよ。でもそのがんでもなんでももうしゃあないねんからと、そのへこんどくなと、そのへこんでるから金も取り忘れんねやないかいと、元気出せって言って、いやそうなんですけどね、でもずっとへこんでたんですよ。で結果この間電話かかってきて、どうやってんだ、がんは大丈夫でした、声も元気になっとるんですよ、見てみ気の問題やろと、おかげで何十万も落としてきてもったいないって話もしてたんですけど、まあ、その病気っていうのは気持ちいいやなって思うのがね、もう何年か前に、ある先輩と、ある後輩と、で僕と3人で、というかそこの人の3人を知り合いの社長がタイに連れてってくれたんですよ。でまあまあ、ちょっとゴルフもしたいねというぐらいで、まあ、あとはもうほんまの遊び で連れてってもうたんですけど、で向こうに行って、1日、女の人というか女性をね、1日こう借り切るというかデートしていただくというか、そういうお店がいろいろありまして、で、まあ連れてきていただく、連れてきていただいて、まあ一緒にホテルも行っていただいて、あとはもう自由恋愛ですから、何が起ころうがそんなことは知っちゃうことないぜと、ね、そういう遊びをさせていただいてた時にね、最後の日の晩にですね、うちの後輩から電話かかってきまして、えらいことやと、どうしましょうと、自由恋愛でそこまで行ったんですけど、ちょっとゴムに穴が開いてますと、えらいことですと、子供は大丈夫やと思うんですけど、エイズが、病気がって言うんですよ。で、まあ、タイの、そういうふうな、こう、自由恋愛のお店を全部見た中で、で、僕らはその日本人向けのしっかりしたお店に連れて行っていただいてたんですけど、まあ、安い、こう、現地の人のお店も含めてで、6人か7人に1人ぐらいが、ちょっとそういう病気にあるんじゃないかと。で、仮にその病気やと分かった人と生でそういう行為を行ったとしても、うつる確率は100分の1とか200分の1やと。でも確率で言うと、もう600分の1とか700分の1の世界やでと。大丈夫やろうと言うてたんですけど、いや僕ねパチンコの200分の1はよう引かへんんですけど、そんな600分の1一発で当てそうな気するんですよってその後輩はずっと言うてるんですよ。で僕も当時東京住んでまして、で日本帰ってきて、でしばらく経って、で大阪へたまたま戻ってきた時に、でそいつとおたんですけど、僕ね帰ってきてからね、もうずっとね風邪ひいて治らへんのっすよって、もう3週間ぐらいずっと鼻水ずる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 言わしてるわけですよ。で一回病院に行ってこいと、ね、そんな気になるんやったら病院に行ったら分かるからって言って行かしたんですね。で実際その、まあ、まあエイズっていう病気はですね、そういうことがあって3ヶ月ぐらいせえへんかったら病院に行っても分からないらしいんですけど、まあまあとりあえず行かしたら、結局それがそうじゃなかったと、なかったかどうかは知らないんです。まだ言うても3週間しか経ってない、ひょっとしたらそうかも分からないんですけど、まあ、医者の先生とそういう検査では出ないわけですから大丈夫ですって言うてもろたって言って、次の日に鼻水もピタッと止まって大丈夫でした気持ちの問題やろそれはと、ね、やっぱりもう病気っていうのは気持ちかなと思うんですけど、でもねそのタイはね楽しいですね、やっぱりね、こんな話はどうなんかなと思うんですけど、向こうに行くじゃないですか、で、デートの相手を選んでいただけるわけですよ。で
あの連れて帰ってでホテルでいろいろ過ごすんですけど、もう一旦がね20年近く前かな、あのその時ってね、僕一番最初に連れてってもらった時に、今でも覚えてるんですけど、ホテルに戻るじゃないですか、ね、僕たちがタバコを吸おうとするとこうライターでブチュッと火をつけてくれはるんですよ。でも自分たちがタバコを吸う時っていうのは、このホテルとかのあるマッチを吸って自分たちではタバコ吸うであるんですね。で、あの部屋に来てまず灰皿にあるマッチをこう全部持って帰ってはったんですよ。あ、まだこういう国なんかなと、ね、僕はずっと思ってたんですけど、で、最後の日にね、3日目の日の夜にね、あの来はった人が、その家にテレビがないんですと、私家が家にテレビがないんで、テレビ見させてもらっていいですかって言われるんで、まあまあどうぞと、で、自由に見てくださいと。で、まあね、正直ね、3日も経ったらね、ちょっとずつ飽きてくる部分もありまして、で、まあまあ好きなように見てって言うて見といてもうてて、寝てる時にその後輩からゴムがやばいですって電話があったんですけど、だからそういうまあ日本との差がある国なんやなと思ってたんですよ。で、もうこれ僕おすすめなんですけど、そのタイだけに限らず、日本でもそういうふうなちょっと風俗店というか遊べるお店ってありますよね。そういうとこでね、僕これおすすめなんですけど、ごちゃごちゃ注文つけたらダメですよ。その時を楽しく遊べる方法っていうのを見つけ出さなあかんなっていうのを思いまして、で炊いた時もそうなんですけど、そのひな壇みたいなのがあるんですよ。でひな壇に女性がずっと座ってるんですよ。でその中で自分の気に入った女性を指さして選ぶんですけど、初めはね、人を指さして選ぶっていうことがなかなかできなかったんですよね。その経験ないですし、でそれが3日目だったらこいつこいつこいつって言えるようになってくるんですけど、でもそれをね決めていただいて、軽くちょっと横で飲んでみて、気に入ったら一緒にどっか好きなとこ行ってくださいということなんですけれどもね。だから皆さん一日デートですから、その人に選んでもらったらもうその人一日お仕事なんですよ。な、選ばれへんかったら何もないわけですよ。な、お客さんが来るとみんな私を選んでくださいっていう目でこうバッと見てくる中でね、でひな壇の一番上で座ってもうお客さんを気にせずゲームボーイをしてるお姉ちゃんが一人おったんですよ。で僕はね、こいつやとおもろいと、なんか面白そうじゃないですか。で選んできて、横についてもらってお話ししてたら話ごつい盛り上がるんですよ。で帰る時に社長がもう一人連れて帰ってもええでと言わはるんで、でみんなはこう先輩も後輩ももう一人ちょっと、って決めに行ったんですけど、僕はその女の子に自分の一番仲のええ女の子を連れてきてくれと、もう私は誰でもええからって言って連れてきてもうたら、ここの会話も盛り上がるし、でノリがええからもう楽しくおれるし、だからもうその一日がすごく楽しく盛り上がれたわけなんですよ。でも十分満足して、僕はもう、まあ、大満足してたわけですけど、その後輩はもう自分でこう選んできたんですけど、やっぱりそうなるとノリも悪いし、こっちも合わないと。で飽きません、お前選んだらダメです、お兄さんみたいにね、渡辺二郎みたいな女選んできてよかったですわいや渡辺二郎まではいけへんかったけど、まあまあちょっと似てたかなっていうまあまあそんなお話でございました。